よかった。これぐらいどうってことないさ。いやー、お見事、お見事。13機関だ。お前はシグマール。ああ、なんと麗しき自己犠牲の精神。これが光の心を持つ者のなせる技というやつか。何が言いたいんだ。単純明快、自己犠牲はやめとけって話。僕は自分の命を懸けてメグを救うことができた。それはお前が特別な存在だからだろ。普通の人間はそうはいかないんだよ。だからってヘラクレスのやったこと、やろうとした心を否定することはできない。自己犠牲する者を救おうとして新たな自己犠牲が生まれる。それが負の連鎖ってやつ。どこかが崩れたら共倒れって話。お前がお気に入りのつながる心も同じだ。確かにつながる心は力になるだろう。反面、つながる者に苦しみや負担を与える可能性があるってことを覚えておけ。だが、ソラ、お前はそのままでいい。つながる心を力にして、心のつながりをたどって進むんだ。誰がお前の言う通りにするもんか。いや、お前は心のつながりをたどるしか道がないって話。たどり着いたとき、お前は自分の宿命を知ることとなるだろう。案外ゴールは近いかもしれないな。
楽しみだ。つながる心がみんなに苦しみを。ソラ、気にすることないよ。あいつは言葉を並べ立てて翻弄してるだけさ。論より証拠ってね。僕たちが実際にやってきたことに間違いはなかったさ。だよな。うん、僕たちの今が証拠だよ。見せてやる。僕たちのつながる心の力を。ああ。俺の宿命。よくやったわね、ワンダーボーイ。空から確認したわ。もう逃げ遅れた人はいなさそう。よかった。これで一安心だ。ヒーローたちも頑張ってくれたみたいね。ねえ、あれ、何かしら。ハデスだ。行こう、ヘラクレス。ああ山の上へ行こう。はっ。
妙だな、川が増水してる。へっ、はっ、へっ、燃え上がれ。僕が相手だ。さあ、怖っ。よっ、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 よっ。
滝があったところ登れそうだよ。Yeah.
この音と揺れ方って、ああ、さっきと同じだ。どうやらいつもとは違うみたいだ。まさかとは思うけど、お父さんたちが心配だ。ソラ、僕は先に行ってみるよ。無理はしないでいいからね。あとは僕に任せて。お父さん？ああ、天界の王ゼウスだよ。はっ！天界の王がお父さん？それってヘラクレスも神様ってことだよな。そうなるよね。どうして強いはずだ。じゃあ任せちゃう？そうしちゃう？いや、十三機関も来てるんだ。放っておけないよ。そうだね、そうだった。僕たちもヒーローだしね。あの時メグが死の川に投げ込まれて、僕はメグを助けたい一心で駆け出していて。助けたい一心か。行こう。
よし、まず1体目。1体ずつなら大丈夫だね。もう飛ばされるのは嫌だよ。次、行ってみよう。